こんにちは。最近外がだんだん暑くなってきたので、逆にステイホームが気持ちよくなってきた西岡人です。はい、ということで、まだ自粛中ということでテニスの動画が出せないんですけども、今回もお家で動画を撮っていきたいなと思います。今回は Let's talk about my English skill! イエーイ。はい、ということで今回は英語について話したいなと思います。僕の試合のインタビューとか聞いたことある人はご存知だと思うんですけども、僕は15歳から18歳の間で4年間アメリカに住んでいたので、ある程度英語を話すことはできます。まずその話す前に大前提として、僕別に英語がめちゃくちゃ完璧に話せるわけとかじゃないんですよ。太郎くんみたいにペラペラで流暢に話して、もちろん発音も完璧でっていうわけではなくて、知らない単語多いし文法なんて知らないし、まあとりあえずなんか全然完璧ではないんですよね。でそこは話す前にちょっと知っておいてほしいなと思うんですけど、まず15歳の時に海外経験はすでにたくさんあったんですけど、それって英語は別に完璧に話していたわけではなくて、どっちかっていうと英語ほとんど話せなかったんですね。その時はまだ海外には行くけど日本人のコーチがいるので、その人に助けてもらってるっていう感じで、コミュニケーションもちょっとだけ取ったり取らなかったりっていうの感じで、別に交流もすごい深いわけじゃなかったし、基本的には英語は話せないという状況の中でアメリカに渡米して生活してました。じゃあ僕がゼロの状態でアメリカに行って、じゃあどうやってある程度コミュニケーションが取れるようになったのかっていうところなんですけど、で僕自身も日常会話はできるんですけど、じゃあビジネス系の会話しろとか言われたらほとんどできないんですよ。その専門分野の話とかちょっと難しい単語とか使われてしまうと、たまに僕も理解できないですね。なんで、まあ、まだまだ僕も勉強しないといけないなと思うんですけど、今現在だと日常的に人とコミュニケーション取ったりすることの問題は一切ないです。でもさっきも言った通り、僕の英語文法もめちゃくちゃなんですよ。でもちろん発音だって全然いいわけでもなくて、完璧な英語っていうものからかなり遠い位置に位置してる英語だと思うんですけど、それでも人とコミュニケーションが取れる。で日常的な英語って、まあ、大体中学校で習う単語で完結するって言われてるんですけど、僕本当にそうだと思ってて、どんな分野の言葉も、まあ、簡単に伝えようと思えば中学校で習う単語で全て完結できると思うんですよね。でもすごいこの日本って座学で勉強するじゃないですか。英語を読んで書いて覚える、この単語水だったらウォーターっていうのをもうひたすら書くわけじゃないですか。それで覚える、水ってウォーターなんだ、で綴りはこうなんだっていうのを覚えていくじゃないですか。で文法も This is a pen をひたすら書いて、 This is a pen、 これが文章なんだ、文法なんだ、言い方なんだみたいな感じで覚えるじゃないですか。でそのせいでいざ会話をしようとすると、その中から答えを導き出そうとすると思うんですよね。今まで習った文法、 B 動詞、形容詞、いろんなその組み合わせで成り立っている言葉を勉強してきたからこそ、そこをちゃんとつなげて言わないと伝わらないっていうふうに思ってる人が結構多いと思うんですよ。でも実際そんなことなくて、アメリカとかで僕使う英語とかって本当なんか単語つなげるだけとかもたまにあって、でもそんな本当に簡単な言葉しか発さないのに全然通じるんですよ。これが結構、単語は知ってるのに勉強はたくさんしたのに、いざ話すと話せないっていう人との違いなのかなっていうふうに思います。僕は高校も大学も、まあ、高校は通信制だったんですけど大学も行ってないんで、勉強っていう分野に置くと僕全然英語できないと思うんですよ。だその話すっていうことだけに僕は長けてるんですけど、やっぱりそこの考え方っていうものが違うのかなっていうふうに思ってます。そんなすぐに英語を話せるようになるっていうのはまあ無理だとは思うんですけど、僕が小学校の頃先生に言われたことがあって、まあ、それが今はまだ日本語を英語に翻訳してそれを話してる、頭の中で。なのでさっきの水だったら、水、あ、ウォーターだ、考えてそれをウォーターって伝えてる。だからここの一回翻訳を入ってる分、会話としてちょっと遅くなるんですよ。そこをいつか、日本語は日本語、僕たちは日本語も考えずに日本語が発せれるじゃないですか。そのように頭が切り替わっていって、英語が英語で入るんですよ。で英語のまま出てくるんですよ。
だからさっきの水っていう単語は、僕たちは日本語だと何も考えずに水じゃないですか。それが英語をある程度スラスラ話せるようになってくると、もうウォーターはウォーターで覚えてるんですよ。そしたら翻訳する必要がなくなるので、スラスラまた会話ができるようになってくるんですね。でもこれの一個面白いところが、僕この前海外の選手たちとのエキシビションに出てた時に、ウクライナの女の子と話してた時に、ヨシは、まあ、英語をある程度話せるけどどうやって覚えたのみたいな、そういうなんか英語について少し話をしてたんですけど、僕からするとみんなの英語はすげえ完璧に見えたんですね。でも、まあ、彼女たちからすると全然完璧の英語じゃないよみたいな、もちろん話せるけどねみたいな感じだったんですけど、それのなんか、まあそこにいたメンバーのみんなが結構興味深かったのが、まあ、大体第一言語が英語っていう人が多いので、ヨシの英語話してる時とか頭の中どうなってるのみたいな感じで言われたんですよ。僕も意外と気づかなかったんですけど、結構そこで、あ、面白いなって思ったのが、日本語で話してる時にどっかで英語の会話がしてると全く理解できないんですよ。でも英語で話してる時、頭の中が英語に切り替わってるんで、日本語と英語が英語にファンって切り替わってるんで、英語をどっかで話したら英語が聞き取れるんですよ。これなんかめちゃくちゃ面白いなと思って、頭の中切り替わってるって思ったんですよ。でも逆にそれは集中しないと話せないんですね。英語に集中しようって思わないと英語は話せないんですけど、まあ、それに共感する選手が何人かいて、あ、私もそうみたいな、やっぱ第一言語がそれじゃないから集中しないと理解できない時がたまにあるって言ってて、まあ、それはすごい面白いなと思ったんですけど、そうやって頭の中を切り替えることで英語をスラスラ話せるようになっていくのかなと思います。